こんにちは、バナエです。プラッツのセンチュリオン、ガールズ&パンツァーの劇場版のに登場した、センチュリオンのキットですね。の履帯を巻くについて、ちょっと短めに動画を上げます。先日、実際は昨日なんですけど、ライブで、今ついてる側、今もこれくっつけてるんですけど、これをやって分かったことをまあ反省しつつ、反対側をどういう風にやるかっていうのを今からやっていきます。ですね、今僕の作り方としては当然ここにフェンダーが入ってくるんですけど、フェンダーの方は、これ反対ですね。ごめんなさい。塗装後に、取り付けると。なので、フェンダーと本体と別個に塗装をするという段取りでやろうと思ってます。なので、それ以外は全部くっつけてしまう。履帯も、ベルトで塗装するんじゃなくて、この天輪本体にくっつけた状態で塗装するというやり方で今進めてます。基本なるべくくっつけたいと。で、色が乗らないとこは見えないところだという考え方でやっていきますので、全て塗るっていう工程ではないので、こだわる方はちょっと難しいですけどね、っていう体で進めていきます。で、この方がちょっと違うやり方で動画でライブでやったんで、長さがちょっと長めなんですね、履帯。これ一周ぐるっとくっつけちゃうと、そのあたりも含めて検証しながら無理くりくっつけました。でこっち側をどうするかと。でもう一つ、あらかじめサスペンションの方もこれ駆動式になってますんで、バネが仕込んであってある程度動く仕様になってます。で水平の状態で固めたいんで、もう水平に揃えてサスペンションが動かないように接着をしてます。ベルト、履帯ベルト巻いた時テンションかかって、ここに履帯が動いてもらったら困るんで、これ本体ですね、ちょっと置いといて。でこれが履帯です。現場で巻いたやつは繋がずに、輪っかにせずに貼り付けていったんですけど、コマを長い、長さが長いもんで、一コマ詰めました。詰めたっていうのは要は、一コマ分ベルトを切ったんですね。それと、繋ぐ部分も一コマ分、この、かかりをですね、切って。で、合わせて、接着、瞬間接着剤でやりました。普通のタミヤの液体のやつでやりました。どうしてもかかりがね、この合わさる部分が非常に狭いので、面積的に少しつけて固定して、それでこうやって両側から洗濯バサミで押さえといて、まあ時間的にはまあ置いた方がいいんでしょうけど、ちょうど一晩見たような形ですね。これで少しの力かけてもすぐ取れるようなことはないと思います。これ裏返しにして接着してます。でこの状態に戻してですね、これを取り付けていきます。とこのジョイントの部分、これはどうしても弱いところなので、ここがうまく固定、本体に固定するときに接着部分に来るように調整します。それと、あと、履帯のこれは向きがありますんで、それを注意していきます。本体ですね。で、これまた後から言うことになってちょっと申し訳ないんですけど、ゴムの巻いた下の水平の天輪、水平についている天輪は全部回転の方も抑える。回転しないように固定してます。固定してるっていうか、取り付けの時にくっつけました。
で、ドライブスプロケットって言って歯車、ギザギザのついてるスプロケット、これは、このキットの仕様で中にポリキャップが仕込んであるんで、差し込んだ状態でも回ると。これは当然回ってくれた方が都合がいいです。前方の方のガイドローラー、これはこの状態、ローラーと基部ですかね、基部のこのポッチョコの穴へ差し込むんですけど、これくっつけてない状態で置いてます。で、これはちょっと位置が動く、まあ、これでテンション調整をするっていう本来の形なんですけど、このプラツのキットの場合はこういくらか動くんですね。で、それはそれも無限にというか、こう微調整ができるんではなくて、何通りかの位置で固定ができる筋が入ってますんで、完璧に自由にこうちょっとずつずらそうかなと思ったら、その筋を削るしかないです。今んとこ今やってみて、その筋に合わせた、どの筋に合わせても多分そんなに問題はないと思います。で、これをまず外しといてですね。で、履帯、これさっきも言って向きがありますので気をつけて、で、接続部分、これですね。これがまあこの上へ来るように。これはキットの仕様で、上に、上部の履帯のフェンダーが来て、で、サイドにまた左右に垂直にスカートがつきますので、ほぼほぼそのスカートをつける仕様なら、この天輪の上部の部分は見えないんで、このね、接続部分のちょっとダメダメなポイントが見えなくなりますんで、これであらかたかけといてですね、こんな感じで。で、こっち側にこの外してあるちょっと向きを気をつけて、取り付ける方の向きにしといて、センターガイドがありますんで、痛いのそこへこうちょっとはめといてですね、で、定位置へ持っていくと。ゴムなので多少伸びるし、そんなに伸ばさなくても定位置いきますんで。あ、折れちゃった。まあ、こういうこともあります。折れたっていうか、まあ、これ接続がね、接点がちょっと小さいんで、これは後でもいけますんで。これで刺さりました、これが。で、これを、気持ちね、こう前後できるように、その、調整するために動かすことはできます。これぐらいで、十分いけるんじゃないかなと。一コマ切らないと、かなり、上の方でたるませないと、ついつもが合わないっていうことになるんで、どうかなと思って、やっぱ一コマぐらい切った方が、一コマ切っても長いですね。なんかそれぐらいでやった方が調整しやすいと思います。で、ここまでやったら、あとは、下から、ライブでやったように、接地面ですね。こう、きっちりまっすぐのところにつけて、それで瞬着で流し込んでいって、固定していって、っていう風にやればいいと思います。で、固定する前に、さっき言いましたけど、履帯の接続部分が、ここに来るように、こういうガイドローラーですね。この上に、で接着をするんで、そこへ来るようにすれば、この、接着な部分がきっちり保管できるというか、あれですよね、弱い部分をなくせるんで、その時にまだこれ動きますんでね、若干こんな感じで位置調整をしてくっつけたらいけるかなという感じでくっつけていきます。せっかくね、試してみたんで、履帯の長さ、履帯を巻くのがね、一番、タミヤでも、どんなキットでも戦車の肝というか、一番、
不安であるところなんで、一応こういう感じで記録を残していきたいと思います。あくまで僕みたいにそのフェンダーを後から取り付ける、リタイを先にくっつけたいよっていう工程で進めていく人に限定のあれですけど、キットのそのままの、ベルトの長さではちょっと長いかなというのを報告させてもらいました。ちょっと短いですがこれで終わりたいと思います。いけると思います。これでじゃあ終わります。ありがとうございました。